マルチステークホルダープロセスは国、事業者、消費者、有識者などの関係者が参画するオープンなプロセスでルール策定などを行う方法である。日本でも個人情報の活用推進の動きにより国や事業者は持続的に事業を運営するために消費者、市民の信頼を得る必要がありマルチステークホルダープロセスが必要になっている。多様なステークホルダーにより 社会課題の解決を行うことで、社会全体での前進が可能になる。現状、マルチステークホルダープロセスは、多様に解釈され、多様な形で実施されている。平等代表制を有する三主体以上の、ステークホルダー間における、意思決定、合意形成、もしくはそれに準ずる意思疎通のプロセスである。ステークホルダーの平等代表制とは、 MSP におけるあらゆるコミュニケーションにおいて、各ステークホルダーが平等に参加し、自らの意見を平等に表明できることであり、また、相互に平等に説明責任を負うことである。意思決定や合意形成は、政策決定から共通認識の形成、実践的な取り組み実施に向けての合意、ステークホルダー間のパートナーシップや、 ネットワーク形成に至るまでを幅広く含むものである。MSP は主に1980年代後半から1990年代にかけての持続可能な発展に関わる議論の中で登場した。MSP が用いられた実際の事例と類型分類を示す。事例の分析から得られた項目の特徴について以下に示す。構成回数事務局、ファシリテーター位置付け。 参加者本説の出典は、イノベーション日本研究会による。米国における消費者プライバシー、権利商店総務省のパーソナルデータの利用、流通に関する研究会の報告書 MSP と PIA のプロセス関係プライバシーは、万人の問題であり、一度問題が発生すると、取り返しのつかないことに進展する場合もある。それため、多様なステークホルダーと合意形成ができていない。 状態で進むべきではない。プライバシーの特徴としては、三つある。このようなプライバシーは、コンテキストで決まるものであり、要配慮個人情報よりも広い概念であり、また、法律での規定は難しい。近年の政治学や法学においては、民主主義のプロセスを、討議の場と決定の場に区別して、それぞれのプロセスの性格の相違を検討する議論が、提起されるようになってきている。 ユルゲン・ハーバーマスによれば、討議の場においては、万人に開かれ、誰もが参加できるネットワークにおいて自由な議論により、様々な問題を発見することが目指される。一方で、決定の場においては、社会的、時間的制約のもとに、一定の手続き的規律を受けながら、問題の解決が目指される。開放性や自由度の高い前者のプロセスに比べ、後者のプロセスでは、 決定を行うための様々な制約や規律が課されることになる。上記のように MSP は討議の場であり、誰でも参加でき、自由に議論ができる。プライバシーにおいて上記のような討議の場は重要であり、MSP を適用していくことが求められる。MSP と PIA のフレームワークの関係個人情報の利活用に関して、 利害関係が異なる立場のステークホルダー間のコミュニケーションのためには適正な情報の提供が必要である。プライバシーへの過剰な反応のため安全性を放棄するような行動になる。事前にプライバシー影響評価を実施し適正な情報共有を行い協議する必要がある。双方にメリットがあるにもかかわらず、 適正なコミュニケーションが取れず、関係者の安全性確保とプライバシー侵害の明確な評価や合意形成ができないこともある。ISO31000 によるプライバシー影響評価のプロセスから、プライバシーバイデザイン及びマルチステークホルダー、プロセスの関係を見ていくと、リスクマネジメントには監視、モニタリングとコミュニケーション、協議がプロセスを通して必要になってくる。 監査及びモニタリングには ISO, IEC 2 9 1 0の11原則を適用することにより客観性、透明性を持った評価ができ。また、コミュニケーション及び協議に関しては、マルチステークホルダープロセスによる利害関係の異なるステークホルダー同士が適正な情報を共有し、対等な立場で協議することにより合意形成が行われる。また、 PIA 報告書をコミュニケーションツールとした PIA のフレームワークはマルチステークホルダープロセスの参加者全員が対等な立場で議論する円卓会議のフレームワークと同じである。ありがとうございます。